皆さんこんにちは、報徳学院学習部の室俊です。今日はこの詰め込み式の勉強はダメですかというタイトルで、詰め込み式の勉強本当に全部ダメなのかということについて考えてみました。よく詰め込み式の勉強、学校のただ教えるだけの勉強はダメだよ、そうしてるんですけど、それ自分で考えさせる、もっと勉強しなきゃいけないと、こう言います。でも本当に小学校ね、の時点でこの詰め込み式いらないのか、それについてですね、まずじゃあ自分で考えるってことはどういうことなのかと、この脳の働きを一つの箱に例えてみると、これ考えるってことは箱の中から自分の知っていること知識ね、これを組み合わせて、その問題の最適、一番適している答え、解決方法を見つけること、それが考えるということだと思っています。ですからもし箱の中が空っぽだったら答えは出てきませんよね。何も出てきません。組み合わせできないんですね。で、自分にね、自分で考えるためにはやはりある程度の知識が必要。その知識っていうのは、覚えなきゃならないものはやはり覚えてもらうしかない。つまり勉強の基本、最初の部分においては詰め込み式が絶対必要だと私は思っています。で、知識の量と答えの数についても、ちょっと考えてみました。ここに表を作ってあります。この知識の組み合わせという通り、5つの知識を持っている A さんと10の知識を持っている B さんと、この2人を比べてみます。この自分の持っている知識から1つを選んで、ね、1つを選んで答えを見つける方法、 A の人は5つありますから5通りありますよね。 B の人は知識が10あるので10通りありますよね。では自分の持っている知識から2つのものを組み合わせて答え、ね、を導き出す場合、何通りの考え方ができるかというと、 A の人は10通り、それに対して B の人は45通り、ね、知識の量倍なのに、でも組み合わせになると倍じゃないんですね。 4.5 倍にもなっちゃいます。じゃあさらに3つを組み合わせて物事を考える場合、これはどうでしょう。 A の人は10通りの考え方ができます。それに対して B の人は120通り、つまり12倍ですね、12倍の考え方ができるわけです、ね、どれがいいなかっていうのを選ぶのに120の中から選べるわけですよね。それに対して A の人は10通りの中からしか選べない。さらに4つを組み合わせて答えを見つける場合、 A の人はね、5通り減っちゃうんですね。5通りしかこう4つを組み合わせて答えを探すことができない。それに対してなんと B の人は210通り、42倍ですね、42倍の考え方ができると、答えの見つけ方ができると。こういうことから知識が多ければ多いほど、ね、考え方がこうブワーッと広がっていくと、そんなことが分かりますね。ですから必要最低限度、こういう知識は子供に持たせるためにやはり詰め込みは必要です、ね、また知識の多さ、これが子供の感情面に対して、ね、言葉をたくさん知っているとか、ね、そういうことも含めて、そういう知識の多さが感情面に良い効果をもたらす、こういうことも分かってきています、結論から言うと、私はやはり、子供がいろんなものを判断するためにはある程度の知識を詰め込む必要があると、こう考えています。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。